すいません。お知らせが来てました。知らないうちに。お知らせのお知らせ必要だと思いませんか？いや、思いますね。お知らせのお知らせ必要です。時報みたいな。お知らせをお知らせいたします。っていうアナウンス必要だと思うんですよ。でね、ニューイヤーキャンペーンとリリアちゃんのバースデーが来ます。で、来るキャラクターが記事のタイトルでネタバレ食らいましたね。ドスケベクローバーとボーデ工場長です。辰年にマリウス立ちませんでした。マリちゃん辰年に来るかと思ったら来ませんでした。ちょっと法則がわかんないんだけど、でもこの二人も楽しみね。うん。もしかしたら、何パーセント ?0.3 分の 4% とかの確率で、金のマレースみたいのが隠れて、ガチャの、何種類かに一回だけ出る幻の金のチョコボールみたいな、金のマレースが出る可能性はないです。じゃあやっていきます。見ていきますね。あ、ぼ、え?なんか淡い。え?富永愛の、グッチ広告かと思った。え、なんか、和だね。あ、え、新しい柄じゃない?結構。え、でも、和なの?アメリカ人が考えた日本って感じがする。ちょ、いや、これはボーテ工場長のせいか?顔立ちが日本人じゃないからね。ミランダカーみたいな顔立ちしてるからさ、ボーテ工場長。いや、ボーテ工場長のせいだわ。これは。外国製日本みたいになってる。ちょ、何言ってんか。え、すごいおしゃれ、これ。淡いね。ルークハント。え、じゃあこれ、寮に一つずつ来るってこと?そういうこと?え、じゃあカリムが虎年だったのはたまたまだってこと?あれ?そうなのかな?え、いいじゃん。え、しかも結構ステータス、あれ?これ、爪捨てのカリム超えてない ?HP。確か過去最高が爪捨てのカリムだよね、HP が。超えてるよね?え、強くない ?16,400、42,889。水属性ダメージ、火ダメージ、ダウン中。ジェイド2連撃。え?いや、強い、これ、普通に強い。普通にっていうか、強い。前線いけるんじゃないかな?狩人にふさわしくないけど、前線に行くって。ジェイド。いや、正月っぽくないな、あんまり。水曜どうでしょうでは、大泉洋が着る服だよ、それ。なんか、地味じゃない?ちょっと。ごめん、ごめん、ごめん。いや、カットしよう、今の。あとはドスケベクローバーと、いい顔。うわ。ドスケベクローバー、トレイクローバーがこの画像、インスタグラムに上げたら、エッチなプロフ見てねーって、リプつくじゃん、絶対。うわ。ちょっと、いや、これぞ和だよね、やっぱり。日本男児だよ。トレイクローバーは。ね。膝で歩いてそうだもん。いいね。やっぱかっこいいんだよな、トレイ。シルクハット似合うね。いいね。シルクハット似合う男はかっこいいよね。和製マイケル・ジャクソンみたい。アタックタイプ7000。これもなかなかじゃない?ドスケベクローバーも。もうアタックアップ。はい、オルト。あ、オルトとのデュオいいね。なんかオルトのデュオ多くない?一旦、アタックダウン、ショー、ダメージアップ、ショー。はあ、いいじゃない。ドスケベクローバー。あと、オルト?なんかあるよね、その高級料理店で。なんかこういうさ、丸い何かを、何?あれ、タオルかな?タオルか何かをさ、テーブルの上に置かれるの。なんかそれと似てるよね。スカートなのかな?これ。ちょ、わからない。あれに見えた?で、リリアちゃん、これで、プラチナ、うわ、きた!ウィンクに眩しいよ!太陽光じゃないのに、太陽光苦手なのに眩しいよ。リリアちゃん、うわ、いいじゃん!体で W を作ってる。わ、さすが!あ、やっぱり手下なんだね、画像は。でも、マルフィセントドラゴン、あ、いいじゃん。へえ。アンジェリーナ・ジョリーの画像がバンって出てくるかと思ったけど、それはないよね、さすがに。ドラゴンだね。やっぱそうなんだ。手下なんだね。だから、元ネタは。まあそうだよね、分かってたけど。多分実写版のディアバル要素が強いんだろうなと思った。過去編見てて。
リリアちゃんは、まあ、リリアちゃん絶対引きますからね、私。7034。7034か。なんか最近、軽々しく、高火力出すよね。ついしてさん、ありがたい。無属性ダメージ、今日、ダメージアップ大。ダメージアップ大。はぁ、無属性の、エペル。あ、エペリンゴじゃん。あれ、リボン組じゃん。で、二連撃の貴属性ダメージ、ダメージアップ中。いいじゃない。リリアちゃん。多分、この、リリアちゃんが映ってる映画ポスターがあったら、絶対黒幕はリリアちゃん。終わり。引きまーす。リリアちゃんを。